いにしえの時代、主神オーディンは兄弟たちと力を合わせ、原初の巨人を倒し、世界を創造した。大樹ユグドラシルのもと、深海、地上界、冥界、そこに暮らす神々や人間、それらすべての命が生まれた。そして幾星霜を経たある時、平穏は破られた。神童フェンリルが世界に牙を剥いたのだ。神々の居城へ攻め寄せた神童の軍勢を主神は迎え撃つ。世界全土を巻き込む深海戦争の始まりだった。戦いは長きにわたり、海は荒れ、大地は裂け、多くの命が消え果て、世界は崩壊していった。それでもなお決着はつかないまま、その日は訪れた。幾多の激突の末、神童の牙が主神の喉笛を裂き、主神の槍が神童の眉間を貫く。両者は瀕死の傷を負い、深海戦争は終わりを告げた。しかし崩壊は止まらず、ついには終末を告げる角笛、ギャラルホルンが吹き鳴らされた。巫女の予言書を紐解いた主神は知っていた。すでに世界は終末、ラグナロクの渦中にあることを。それは予言されていた終焉。すべては黄昏、虚無へと進んでいく。主神オーディンは滅びの予言に抗うべく、残された力を持って新たな神族を創造した。ヴァルキリーよ、この世界は今ラグナロクの渦中にある。全てが滅びに瀕しているのだ。先の戦争で深海、そして地上界から多くの命が失われ、私も悪しき神童を相手に深手を負った。その中で救済の使徒としてお前を創造した。主神オーディンがお前に使命を与える。我が手足となりて世界を救え。仰せの通りに。まずは地上界へ向かい、魂を浄化せよ。今や地上界には多くの魂が滞留し続けている。これらを浄化し、世界の崩壊を食い止めよ。承知いたしました、オーディン様。あれは？人間か？ここで何をしている？まあいい、
任務を続けよう。大型のアンデスト。いや、あれはナグルバル。不浄なる魂の獣よ、オーディン様の命により貴様を浄化する。魂、あるべき場所へ帰ればいい。お前は？俺は、俺の名はイーゴン。なぜナグルファルとなっていた？ナグルファル？すまない、何が起きたのかわからない。お前の魂が数多の死者の魂を引き寄せ、歪み魔物と化していたのだ。俺の魂？あなたは誰なんだ？私はヴァルキリー。オーディン様の命により死者の魂を浄化する者。ヴァルキリー、生と死を見定める者。昔話で聞かされたことがある。神に選ばれた戦士の魂を深海へ導くという。そうか、俺はもう死んでいたか。ヴァルキリーよ、迷惑をかけたな。どこかで見覚えが。まあいい、オーディン様に報告しておこう。戻ったか、ヴァルキリーよ。はい、地上界の魂を浄化してまいりました。私の力は世界の様相に左右される。魂が浄化されるほどに傷の回復も早まろう。おかげでわずかだが私の力も戻ってきた。お役に立てて光栄です。ところでオーディン様、一つ報告があります。地上界でナグルファルを浄化した際、浄化されずに残った人間の魂がありました。その者は非常に強靭な魂を持ち、己の名を名乗り会話すらできたのです。それがエインフェリアだ。早々に見つかるとは幸先がいい。エインフェリア？ん？そうか、説明がまだだったな。エインフェリアとは我ら神々に仕えることを許された戦士たち。強靭な魂を有する死人だけに許された称号だ。では私はあの者を使役することができると？そうだ、ヴァルキリーよ、地上に赴き彼らの残魂魂の律動を追うがいい。はっ、救済の使徒として役目を果たしましょう。この辺りからか、あの人間の魂を強く感じる。これは
ってきたのか。もしかして俺を神の戦士にしようというのか。それが分かっているならば、なぜ拒んだのだ。俺はアメリア様を守りきれなかった。騎士という立場に縛られ、誓い一つ果たせなかった。神の戦士となる資格などない。その悔いはお前自身の強さだ。私は世界を救済するため強靭な魂を求めている。世界の救済？この世界は滅びに瀕している。深海、地上界、お前の国の痕跡、お前の記憶も何もなかったことになる。死んでなお守れというのか。ああ、死の先を行く者よ。まだ戦う意志があるならばこの手を取るがいい。隠れていないで出てきたらどうだ。お前はエインフェリアを獲得したのか。誰かと聞いている。まだ何も知らないようだな。想像されたばかりか。ここは一つ試させてもらおう。ほう、そこそこに使えるか。どうやら味方ではないようだ。ならばどうする。オーディン様にあだなす敵、討伐する。なぜヴァルキリーが私の邪魔をする。おかしなことを。むしろなぜヴァルキリーである貴様がそれを問う。どういうことだ。私の名はヒルド。貴様とはまたどこかで会うかもしれんな。わからないことを。オーディン様に敵対するなど。ヒルドだったか。見た目はヴァルキリーだが仲間ではなさそうだ。敵か味方かは関係ない。オーディン様の敵となる者は切り捨てるのみ。深海へ戻るぞ。分かった。オーディン様、地上界にてエインフェリアを獲得してまいりました。その際、黒い鎧のヴァルキリーらしき存在と遭遇、戦闘となりました。それでどうしたのだ。決着もつかぬ間に戦闘を離脱されてしまいました。オーディン様にあだなす敵ではないかと思い報告を。そうか。先の戦争で親族はことごとく滅びてしまったはず。何者かは分からぬが敵と判断して間違いない。
お前も気をつけるがいい。は、承知いたしました。世界の救済はお前の働きにかかっている。頼んだぞ、バルキリー。お任せください、オーディン様。ここがガルドバと呼ばれていた土地か。ガルドバは俺が生きていた時代に栄えていた国だ。貿易で富を築き、軍事国家としても名を轟かせていた。この有様ではあるが、かつての面影は残っている。観光くらいならできそうだ。観光？冗談だ、そんなに睨まないでくれ。我々の使命は世界救済だ。優先順位を違えてはならない。わかるとも。何を優先とするかは常に肝に銘じている。その余裕のなさは少々危うさを感じるが、さて。これは木なのか。多数の魂が集まり木の姿となっているようだ。ということはこれがナグルファルになるのか。ナグルファルやエインフェリアとは違う。滞留した魂がただ固まっているだけだ。消えた。浄化したのか。ああ、触っただけで浄化できるならアンデッドを倒すより随分楽だな。似たような気配を感じる。あたりを探すとしよう。これはどういうことだ。何があった、バルキリー。この血痕家だけなぜか読み取ることができないのだ。そんなことがあるのか。古くなりすぎて劣化でもしたか。わからないが、読み取れない以上はどうしようもない。いずれ読めるようになるかもしれない。気に留めておこう。簡単には見つからないものだな。うん。そういえばバルキリーには羽があるはずだが、空から探すことはできないのか。アンデッドを借りながら探す方が効率的だ。より多くの不浄な魂を浄化するのが私たちの。どうした。視線を感じた。向こうだ。ジロジロ見てごめん。人に会ったのが珍しくて。こんにちは、旅の人たちだよね。お、ああそうだ。二人で旅をしている。俺はイーゴン、こちらはマリア。君は。俺はアルマン。奇遇だね、俺も旅をしているんだ。世界はこんなになっちゃったけど、探しているものがあってね。君たちも何か探しているみたいだったけど、もしかして不思議な木を探してたりする。ああ、その通りだ。さっき不思議な木がある場所を見かけたんだ。よければ案内するよ。それはありがたい。待て、その話は信用できるのか。何か企んでいたらどうする。おい、本人の前で言うことじゃないだろう。せっかくの手がかりなんだ。使えるものは使った方がいい。
なるほど、一理ある。その場所まで案内してくれ。分かった、ついてきて。まったく、人間と親族の仲介は骨が折れる。ここだよ。どう、探してた木かな？ああ、間違いなくこの木だ。大当たりだな、すごいじゃないか。待て。どうした？この気配は。殴る。すぐに浄化してやろう。こいつは強き魂の持ち主よ。お前の名は何という？私の名はサイファ。サイファよ、お前は神の戦士に選定された。その栄誉を欲するならこの手を取るがいい。私は栄誉など欲しません。この世にはもう私が欲するものなど。なぜ人として最高の栄誉を拒む？気持ちはわからんでもない。俺も一度は断っただろう。不可解な。まあいい、まずは木からだ。これだけ多くの魂を浄化できたならオーディン様の力もさらに戻っていよう。あの、今のは何をしたんだい？お前には理解の及ばんことだ。道中の案内には感謝する。うん、それじゃあ俺はこれで。また会おう。不思議な青年だったな。世界はこんなありさまだが、探し物が彼の希望となっているのだろう。人は希望があればどこまでも頑張ることができるからな。私にはわからんな。おい、急にどうした？俺、なんでこんなところで。なんだこの傷。おかしいな、何があったんだ。全然覚えていないぞ。とにかくどこかで傷を見てもらわなきゃ。なんとか歩けそうだ。なんだろう、何か大切なことを忘れている気がする。そこにいるのは誰だ？おい、何をしてる？おい、バルキリー、大丈夫か？ああ。突然反応がなくなったから驚いたぞ。夢でも見ていたのか？問題ない。サイファの魂の律動を追うぞ。
これはこれは見つかってしまいましたか。サイファよ、この世界は今滅亡に瀕している。我が手を取り、エインフェリアとなれ。そのお話でしたらお断りしたはずです。わからない、なぜ拒む。私は神の戦士の器ではありません。生来体が弱く、戦う力もない。私にできることは金勘定だけ。それすら肝心な時に役立てることができなかった。なあサイファ、世界は俺たちの時代とは大きく違ってしまったらしい。俺の祖国も守るべき人ももはや存在しない。俺も今では人ではなくなってしまった。それでもまだやれることがあると信じている。このまま後悔を残して消えたくはない。お前だってそうじゃないのか。私は償いたいだけなのです。全てが消え去ればその機会も永遠に巡ってこない。サイファよ、お前に世界を救済する力を与えよう。ただいま戻りました、オーディン様。多くの魂を浄化できたようだな。世界救済へまた一歩近づいたと言えよう。世界のために力を尽くせること、大変に光栄です。ヴァルキリーよ、お前に新たな使命を授ける。救済にはスキーズ・ブラズニルという船が必要となる。そのために必要な司法を集めてもらう。承知いたしました。スキーズ・ブラズニルを動かすには司法の力が必要なのだ。真相グングニル、魔剣レーヴァンテイン、黄金の腕輪ドラウプニル、そして角笛ギャラルホルン、これらは深海に長く保管されていたのだが、先の戦いの折地上界に散逸してしまった。それらの司法を探し出し持ち帰ればよろしいのですね。うん、急ぎ地上へと降りて司法を回収せよ。司法には大きな力が秘められている。地上に赴けばお前にもその気配は感じ取れよう。仰せのままに。見たこともない司法を探し出せとは無茶な話だ。何か目印になるものはないのか。司法は大きな力を秘めたものだ。地上界であれば周囲に何らかの影響を及ぼすはず。異変が起きている、もしくは起きていた場所を探すということですね。魂の浄化を進めつつ行くぞ。どういたしましたか。この気配は。また会えたな、貴様。
主と同じバルキリーですか？ほう、エインフェリアを増やしたのか。この地上界でよく見つけられたものだ。先日と違って随分好戦的だな。貴様はオーディン様の目的の障害となる。ここで討ち取らせてもらう。面白い、愚かなバルキリーよ。やれるものならやってみるがよい。腕を上げたようだな。堕落した親族の還元にでも釣られ道を誤ったのだろう。せめてもの情け、私が死を与えてやる。何がおかしい？オーディンに仕えている貴様が何を言う？還元に釣られているのは貴様の方ではないか。己の本分すら忘れたか。バルキリーとはオーディン様に仕えるべき存在だ。自分の言葉の意味を理解しているのか？当然だ。わけのわからぬ妄言を吐いているのは貴様だろうに。そうか。お前はなぜ剣を収める？これ以上戦っても時間の無駄だ。何？オーディンの犠牲者ならば酌量の余地もあろう。逃がしたか。何か知っている口ぶりでしたね。何も知っているものか。出任せだ。別の命令を受けて動いているバルキリーなどではないのでしょうか？だとしても私を敵視する理由がない。向こうは突然戦意を喪失したように見えた。あれは一体どういうことなんだ？わからない。あの者を追いますか？今からでも。いや、我らの目的は司法の捜索だ。奴に関わっていても時間の無駄。捜索を続けるぞ。オーディン様の犠牲者。この辺りか。海水が溜まってるだけのようだが。いや、間違いない。強大な力を感じる。司法は水没しているのでしょうか？待て。来るぞ。グルファルカ、チェ、数が多い。まとめて浄化する。行くぞ。あいつらが司法を取り込んでいたのか。見ろ、力が一点に集まっていく。司法、形状からして真相ぐんぐにいるでしょうか？道理でナグルファルが強いわけだ。
奴らはその司法の力を利用していたんだな。あまりに強大なため司法を取り込みきれず漏れ出した力がこの一帯を覆っていたのだろう。それはそれは大層なことで。地上界にあっては影響が大きすぎる。急ぎ深海へと戻そう。オーディン様、司法を回収してまいりました。おお、よくやったバルキリーよ。救済の使徒としての働き見事にこなしているようだな。オーディン様のお役に立てているならば身に余る光栄です。残る司法についても捜索を続けよう。我が槍グングニルと同様気配をたどって探せよう。承知いたしました。魂の浄化も引き続き行うがいい。エインフェリアとなる魂を発見できれば戦力となる。滅亡の時は刻一刻と迫っている。世界はお前の働きにかかっておるのだ。頼んだぞ。承知いたしました。必ずや良い報告を持って戻りましょう。そうだ、急がねば時間がない。ここはルカルダのようですね。建物から南北ルカルダの様式が読み取れます。ルカルダか。一度は訪れたいと思っていたが、これほど遅くなるとは。私はルカルダが栄えた時代よりも後の生まれですが、この地とは取引があり話を聞く機会もありました。伝え聞く話は詩人の歌も国の記録も裏切りや暗殺など血生臭いものばかりでしたね。どうした？何かおかしなことでもあったのか？これは魂の律動か。泣かをするな。晴れの門出だのに。まこと祝追上されました、姫様。は口をしくます。おい、どうした？何者かの律動が流れ込んできただけだ。エインフェリアとなる者のものでしょうか？そのはずだ。これをたどれば当人に会えるだろう。その持ち主もまたナグルファルになっているのだろうな。主の恩義は私たちがお守りします。行くぞ、向こうだ。感じるぞ。お前は私だ。憎悪に支配され、死にきれぬまま荒れ狂う私自身。理性を失い守るべき民を襲うなど王族にあるまじき姿。今ここで終止符を打つ。お前は？説明は後だ。来るぞ。状況が飲み込めないが、力を貸してくれたことに礼を言わせてほしい。どうもありがとう。私はクリストフェル。代々この土地で民と領土を守ってきた。クリストフェル、ああ言いにくいのですが、
あなたの祖国はもうありません。何？ルカルダだけではなくロマリもガルドバもです。おそらくそれ以外も全て。世界はすでに滅亡に向かっている。地上界の国は滅び、多くの人間が死んだ。それでもなお生きようとあがく者が残っている。お前に守りたいものがあるならこの手を取るがいい。お前は？私はバルキリー、死した英雄の導き手だ。世界を救済するため神の戦士となる魂を探している。私も選ばれた中の一人。全てを失うよりは魂だけの姿となっても抗いたいと。そう思いませんか？魂となっても抗う。分かった。この魂、最後の最後まで民のために捧げよう。クリストフェルよ、我と共に死の先の道を歩まん。アルマンか。いや、覚えててくれたんだ。嬉しいな。なぜお前がここに？ここの集落にはよく来てるんだ。薬やら農具やらここらじゃ手に入らないものを持ってね。こんなご時世だし、みんな困ってるだろう。少しでも役に立てるならって依頼を受け負ってるってわけ。それは偉いな。探し物の旅のついでにってことか。みんなには喜んでもらえて、俺にも宿や食料が手に入る。お互いに助け合って生きるってこういうことだろ。しかしこのような状況での旅は命がけでしょう。危険な目にも遭いやすいのでは？怖がって隠れていたっていつかは死ぬんだ。だったら行動しないと。お前はこれまで幸運だったに過ぎない。命が惜しくば危険な旅をやめて人々と共に暮らせ。それが賢い者のやりようだ。心配してもらえるのはありがたいけど、探し物が見つかるまで旅はやめない。それはなぜだ？それほどまでして何を探している？そのうち教えるよ。君とはまた会える気がするから。それじゃあ。人間を気遣うとは珍しいな。そのように聞こえたか？どうされました、主？これはまた。あんたが行きたがってるあの城塞跡地って場所には化け物がわんさか出るんだよ。なんだってあんな危険なところへ？人を探してるんだ。人？どんな？どんな人かはわからない。顔も名前も忘れてしまったんだ。でも俺にとって大切な人であったことは間違いない。だから案内お願いできないかな？とんだ変わり者だね、あんた。あったよ、案内してやる。ありがとう。それじゃあ早速。お加減はいかがですか、主？ああ、問題ない。さっきから何か考え込んでいるようだな。人間について考えていた。これまでは死がにもかけないでいたが、人間とは思っていたよりも強い生き物なのだな。世界は壊れ果てているというのに、それでもなお
希望を捨てずに生きている。ああ、古来より人間はそうやって国を築き、支え合って生きてきた。愚かな戦争を続けてはきたが、その戦火からも民は幾度も立ち上がった。強いから立ち上がったか。その陰で死んでいった弱き者たちを見ていないからそう思うだけではないのですか。その弱き者を見つけ手を差し伸べるのが王族、民の上に立つ者の役目だ。ヴァルキリーも神の一人だ。だったら民を救う使命も帯びていよう。私には世界の崩壊を食い止める使命がある。一人一人に手を差し伸べてはいられない。確かに世界の崩壊は止めねばなるまいが、だからといって民がいなくなってしまっては世界が残ったところでどうなるというのだ。ま、世界の崩壊も止めねばならんし、しっかりと現実を見据えてやっていくしかない。そうだな。差し出がましかったかもしれないが許してくれ。ああ、この集落についてはもう十分だ。司法の捜索を進めるぞ。クリストフェル、お前がこの地をさまよっていた時、何か奇妙なものを見たことはないか。奇妙なものか。そういえばやたらと多くの化け物を見かけたことはあったな。何か関係があるかもしれないな。あたりを探ろう。なんだあれは。魔物がうようよしているじゃないか。どうやら結界を張っているようだ。奴らを全て倒さねば奥へは進めないな。あの奥に司法があるのでしょうか。妙な気配だが強い力を感じる。もう少し近づけば何かわかるかもしれない。どうだ。かなり強固な封印だ。解除の衝撃でこの一帯の地盤は崩れ去るだろう。そんなことになれば集落の住民まで巻き込まれる。何か他に方法はないのか。我らの使命は司法の回収ですが、あの者たちも必死で生きているのです。少しだけ策を考える時間をいただけませんか。司法の力は危険だ。いずれにしてもここに放置してはおけない。ヴァルキリー。だが私の力で衝撃を抑え込んでみよう。お前たちは先に住民を避難させておけ。ありがとうヴァルキリー。すぐに住民に避難を呼びかけてこよう。私も手伝います。手分けして集落を回りましょう。なんとか地盤は持ってくれたようだな。司法も無事に回収できた。住人の避難はとろうに終わりましたが、安全が第一ですからね。ありがとうヴァルキリー。我々の頼みを受け入れてくれて感謝する。礼はいらない。お前たちの戦意に関わるようならと考えただけだ。深海へ戻るぞ。待ってくれヴァルキリー。
オーディン様との話ならエインフェリアは不要だろう。待っている間、外で訓練をしていたい。訓練？地上界と違ってここなら自由に動ける。最近どうにも体がなまって困っていたんだ。訓練を行うなら私も参加させてもらおう。イーゴンとはきちんと手合わせをしてみたかった。これはこれは、魂の身だというのにお二人とも熱心ですね。お前は見学か、サイファー。いや、主の許可が下りるならぜひ私も。お前たちの熱意は理解した。オーディン様に相談してみよう。話は聞こえていたぞ。オーディン様、玉座を離れてよろしいのですか？お前たちの働きで順調に回復している。ここを歩き回るぐらいならば問題はない。バルキリーよ、エインフェリアの望みを叶えてやれ。この近くに古来よりの訓練所がある。そこを使うといい。ありがとうございます、オーディン様。お気遣いに感謝します。早速エインフェリアたちに訓練所を使わせましょう。改めて報告をいたします。地上界にてドラウプニルを発見してまいりました。確かに深海より失われたドラウプニルだ。これで行方知れずの司法は残り2つとなったな。次の司法の場所だが、かつてロマリと呼ばれていた地から気配が感じられる。承知いたしました。エインフェリアも順調に増えているようだな。はい、しかし。なんだ？元が人間であるためか、たびたびよくわからないことを申します。人間であった頃の意識がまだ強いのであろう。あまり耳を貸さず、うまく使うがよい。かしこまりました。ここがロマリか。古来より呪術を信奉していた国だったか。あまり名は知られていなかったな。近隣では最も古く、そして小さな国でした。閉鎖的で他国との関わりもあまりなかったようです。私もよくは知らないが、確か守りの賢者という魔術師がいたはずだ。はい、とはいえ私も書物から得た知識、実際に何が行われていたのかまでは。富を求めるでもなく、国土を広げるでもなく、古くからの土地を守って暮らしていたと伝わっています。魂の気配がある。私の声が聞こえるのですか？聞こえている。姿を現せ、死者の魂よ。神聖なる存在とお見受けします。どうか私の願いをお聞き届けください。私の名はタイカ。かつてこの国で守りの賢者を務めていました。タイカよ、お前の願いとは何だ？このところ近隣に魔物が増えているのです。いずれ私の魂も食らわれてしまうでしょう。そして魔物と一体となって人を襲うかと思うと、どうかどうかお助け願いませんか？わかった、その願い聞き届ける。ああ、ありがとうございます。感謝いたします。
様、ありがとうございます。本当に何とお礼を言っていいか。大家よ、自らの魂の末路を見届けるがよい。お前の魂を核としたナグルファルだ。わかります、あれは私です。後悔に染まり全てを忘れてしまった私自身です。人の身には抱えきれぬ強い思い、しかしそれも主が消化してくださいます。ナグルファルト、我らが浄化する。これが私の魂。本当にありがとうございます。これで人のまま消えることができそうです。それでいいのか。お前にも生前にやり残したことがあるだろう。生前にやり残した。ええ、その通りです。私は抗わなかったのです。処刑が皆の意志ならばと命を投げ出してしまった。まだ私の力を求める人々がいたというのに。おかげでずいぶん長いこと地上をさまよいました。大家よ、世界は今崩壊の危機に瀕している。神の戦士エインフェリアとなり力を貸してほしい。私の力が皆様のお役に立つのでしょうか。守りの賢者なのだろう。もっと自信を持て。我らと共に歩もう、死の先の道を。はい、バルキリー様と共に。地方の探索を再開する。行くぞ。化け物の数が異様なほど多いな。ここへ来るまでの間も随分いましたね。主よ、このまま進まれますか。おそらくどこも同じ状態だ。地方のある方向に魔物が集まっているようだが。どうしましたか。おかしい。これは司法の気配が移動している。なんだと。今回の司法には足でもついているのか。何者かが司法を持ち運んでいる可能性もある。急ぐぞ、皆周辺の警戒を怠るな。ほう、またエインフェリアを増やしたか。
世界の救済とやらは順調か？貴様に答える必要はない。切られたくなければ今すぐそれを渡せ。貴様まだ神の操り人形を続けるつもりか？続けるならば殺さねば。何をしているんだいフィルド。司法を回収したら戻れと言ったはずだよ。申し訳ございません。まあいいや、ようやく会えたねバルキリーずっと前からお前に会いたかったよ。お前たちと争うつもりはないよ。いずれお前は我のものになるのだから。貴様は何だ、何を企んでいる。いいや、何も企んでいないよ。我はただオーディンのくだらない計画のために働く哀れなバルキリーの顔を見に来ただけさ。オーディン様は世界を救おうとしておられるのだ。邪魔をするつもりなら貴様らも。勇ましいことだ。はあ、でもね、オーディンがどうやって世界を救うつもりかお前は知ってるのか？どうやって？そーら、何も知らないだろう。かわいそうにね。お前は自分が命令に従うだけの駒だっていうことに気づいてもいない。ああ、そろそろ時間だ。そいつらの始末は任せるよ。また会おう、愚かでかわいいバルキリー。やつの言葉の意味よく考えるがいい。待て。落ち着け。今はあいつらを追っている場合じゃない。司法に引き寄せられた魔物に囲まれているぞ。バルキリー、このままではキリがないぞ。力が戻ったおかげでこうして擬態を地上界へ送り込むことができた。ありがとうございます。私たちの身を案じてくださったのですか？今お前に死なれては困るからな。怪我はないかバルキリー、エインフェリアたちよ。はい、この通り無事でございました。ならば行幸バルキリーよ、今後の任について話がある。一度深海へ戻れ。は、承知いたしました。オーディン様のお力で危ういところを助けられましたね。ああ、深海へ戻るぞ。オーディン様はしもべに過ぎない私たちを助けてくださった。この信頼に必ず応えなければ。しばらく自由時間だな。私たちエインフェリアも増えてきたことですし、親睦を深めるというのはいかがでしょうか？なるほど、それもいいかもしれんな。生きた時代も場所も違うわけだからな。何を考えているのかお互い知る必要はあるだろう。タイカ、あなたからは何かありませんか？もしよろしければこれからお仕えさせていただくバルキリー様について皆様のお話を伺いたいです。バルキリーか。そういえば最近になって様子が変わった印象がある。俺が初めて会った頃はまるで人形のようだった。感情もなく淡々としていて。
私がお会いした時もそうでしたね。近頃では私たちの話にも耳を傾けてくださいます。要するに人間的な反応が増えたということか。そうだな、前よりは距離が近づいたように感じる。私は生前の後悔を消化する機会をいただきました。バルキリー様に救われたのです。ああ、ここにいる者は皆バルキリーに救われた。いや、救ってもらっている最中なのかもしれない。もう主を持つこともないと思っていましたが、これも定め、全力であの方にお仕えする所存です。バルキリーも俺たちの力が必要だと言っている。今後も助けを求められたら答えるだけだ。バルキリー様を信頼しておられるのですね。皆様の気持ちを聞いて安心しました。何にせよ、私たちは主に従って戦うだけです。私も皆様と共に戦います。世界救済のため、そしてバルキリー様のために。ただいま戻りました、オーディン様。危ういところを助けていただき感謝いたします。ですが、司法を奪われてしまいました。期待に応えられず、お詫びのしようもありません。あやつが出てきたとなれば致し方ない。お前にはまだ話していなかったな。元アース神族二級神、我が旧敵フェンリルのことを。フェンリル。知っての通り、神々には力による階級がある。フェンリルは第二級神、主神である私に次ぐ力を持つ。しかしその本性は残虐にして邪悪、命をもてあそび暴力の限りを尽くす悪しき神。神々がどれほど勇めても、あやつは破壊を止めず、ついには主神の座を狙い深海戦争を引き起こした。ではこの世界の多くの災い、オーディン様の傷も全てフェンリルの仕業ということですか。そうだ、深手を負わせたものの、今一歩のところで仕留め損ねた。ヴァルキリーよ、今フェンリルを追ってもお前は勝てぬ。お前は今のまま世界の救済に励め。かしこまりました。私はその間に奴の居場所を探る。今度こそあやつの息の根を止めなければ。さて、バルキリーよ、司法の気配はどちらにあるのだ。力は感じるが非常に弱いな。はっきりとした場所はわからない。ではまずは周辺を調査してみましょうか。賛成だ。地域を絞っていけばいずれ発見できるだろう。お前は。あ、久しぶりマリア。お前の探し物はまだ見つかっていないのか。覚えていてくれたんだ。うん、まだ探している途中だよ。この崩壊した世界に本当にそれは残っているのか。どうだろうね。俺の探し物は数年前に生き別れた恋人なんだ。恋人？別れてからずっと探し続けているのか。ああ、俺にとっては本当に大事な人なんだ。他の人には諦めろなんて言われるけど、彼女が見つかるまで
俺は探し続けるつもりだよ。よければ手伝うぞ。え？いや、何でもない。妙なことを言ったな。忘れてくれ。気遣ってくれてありがとう。でも大丈夫。彼女は自分で見つけないとダメなんだなんて言ってみたものの、実は手がかりすらなくてね。正直な話、神の力でも借りたいくらいだよ。君も大きな目的のために頑張っているんだろ。お互い弱音を吐かずに頑張らなきゃね。そうだな。お互い目的のために励むとしよう。どうした？大丈夫？おい、若い人、その石柱の向こう側は神々の領域だ。行かない方がいい。でも、もうここしかないんだ。考えられる場所は全部探して、でも見つからなくてさ。そうか、こう言っちゃなんだが、諦めるのも一つの手だぞ。何かを探し続けるってのはつらかろう。悲しみ暮れて死んでいった者も少なからず見てきた。諦めるか、そうかもしれない。だけど俺は探し続けるよ。そうかい。それなら気をつけるんだよ。ありがとう。それじゃあ、こんなに探しているのに君を見つけられないどころか顔さえも思い出せない。俺だって諦めたくないんだ。でも大丈夫？ああ、急に反応がなくなったから驚いたよ。具合が悪いなら休んだ方がいい。いや、大丈夫だ。私はもう行く。え？本当に大丈夫なのか？ああ。だったら、無理しないよう気をつけて。また会えることを願っているよ。またどこかで。ここに司法はもうない。残念だったな、ヒルド。貴様、何度我々の邪魔をする気だ。安心しろ、これが最後だ。何？未だオーディンを信奉し命令に従い続けるとはな。貴様の愚かさにはもう飽きた。得意の問答はもう終わりということか。ああ、貴様はここで始末する。敗北を認めるがいい、ヒルドよ。なぜと、なぜそれほどの力を持ちながらオーディンに組みする。なぜだと、当たり前のことを聞くな。ヴァルキリーとは、貴様は何も分かっていない。オーディンが何のために魂を集めているのか。魂を集める？私は魂を浄化しているだけだ。この後に及んでまだそのようなことを。動くな。貴様を逃がす気はない。
私にはまだやるべきことがある。あ、待て。司法は見つからず、ヒルドも逃がし、結局戦果はなしか。彼女の言葉が本当なら、司法を二つも奪われたことになりますね。しかしヒルドの話はよくわからないことが多い。バルキリーが危険だの、始末するだの。あの、皆様もだいぶ消耗されたのではありませんか。深海へ戻ってから相談をするのはどうでしょう。そうだな、今回の相手はなかなか手強かった。深海へ戻ったら少し休め、バルキリー。どうも顔色が冴えないように見えるぞ。オーディン様への報告が先だ。行くぞ。オーディン様に報告してくる。お前たちは好きに過ごせ。あの、少しだけでもお休みになりませんか。ずいぶんお顔の色がすぐれないように思います。あまり無理をするなよ。いらない世話だ。こちらのことは気にするな。貴様は何も分かっていない。オーディンが何のために魂を集めているのか。魂を集めるとはどういうことだ。まさかオーディン様が嘘をついているとでも。私は世界を救うために働いてきたが、あの言い方では私が騙されているようではないか。人々はこの過酷な世界で懸命に生きているのだ。彼らのためにも急ぎこの世界を救わねばならない。私には判断できない。オーディン様に真意を問うべきか、それとも。オーディン様、報告がございます。残りの司法、レイヴァンテインとギャラルホルンはフェンリルの手に落ちました。ご期待に応えられず申し訳ございません。この痴れ者が。お前は己の使命を何だと思っている。このまま司法が戻らなければ世界は滅びてしまうのだぞ。申し訳ございません。もうよい、バルキリーよ。あやつが潜んでいる場所を我が擬態が探り当てた。司法が奪われたとなれば時間がない。このグレイプニルをお前に授けよう。これはかつてあやつを封印した時に用いたものだ。この紐で拘束されればあやつも決して逃れられん。お前も擬態たちと合流し、一刻も早くフェンリルを見つけ出すのだ。かしこまりました。これより地上界へ参ります。残された時間は少ない。心して望むがいい。オーディン様との話はどうだった。フェンリルを征伐することになった。まさか私たちだけで。相手はオーディン様に次ぐ力を持った親族なのでしょう。このグレイプニルがあれば動きを封じられる。それにオーディン様の擬態も手助けしてくださる。だが敵は強大な存在。お前たちに相応の覚悟をして挑んでもらう。オーディン様からは他に何か。いや、それだけだ。それで構わないのか。迷いを抱えたまま勝てるほど甘い敵ではないだろう。私は迷ってなどいない。バルキリーとして使命を全うするのみだ。バルキリー様。すまない、戦いを前に気が高ぶっているようだ。オーディン様からいただいたグレイプニルを使えば
フェンリルを拘束して自由を奪える。そうなればいかな神童といえど主の問いに答えるのではないでしょうか。私の問いに？失礼ながら主はヒルドの言葉を気にかけている様子ならば、その真意フェンリルに問うてみれば。おい、サイファー。申し訳ありません、つい言葉が過ぎてしまいました。いや大丈夫だ、フェンリルの聖罰に向かおう。どうやら欺きの結界が張られているようだ。結界？やつは地上に結界を張って自らの領域を構築している。これにより私の目を欺き感知から逃れている。あやつの結界は非常に堅固だ。どこかにあるはずのほころびを探さねばならないだろう。ほころびですか。あやつも私と同様に力をなくしていた。神の力による結界といえどどこかにほころびがあるはずだ。承知しました。では結界のほころびを探すことにいたします。どうなさいましたか。一瞬妙な気配を感じたのだが。これは主！フェンリルめ、これを狙っておったな。みんな無事か？ああ、全員いる。だがここは一体？詮索は後にしろ。イーゴン、早速のお出迎えだ。中から何かが現れるぞ。気をつけろ。ふう、また会えたね、ヴァルキリー。フェンリル。そう睨むなよ。お前の疑念に答えを与えてやろうとこうして連れてきてやったのに。なぜそれを？オーディンの目もここまでは届かないよ。安心するがいい。まずはそうだね、お前もエインフェリアと同じ元はただの人間だ。オーディンは人間をもとに専属の給仕人を作り出すのさ。より多くの魂を喰らうためにね。魂を喰らうだと？そうさ、我々神にとって魂とは盾そのもの。下級神族が集めた魂を上位の神族が徴収し力を得る。大昔からの決まり事さ。オーディン様は世界の救済を目指されています。
そのために力を取り戻す必要があったのでは。世界の救済など出任せに決まっている。力を失い玉座を奪われることを何よりも恐れているだけさ。出任せを置いているのは貴様だ。ならばなぜ味方であるお前を欺く。己の地位を守るためなら世界すら犠牲にする。それが奴の本性さ。黙れ。我を黙らせたければその手にあるものを使うがいいよ。お前が果たして何になるか楽しみだ。どうする、バルキリー。深海へ戻る。フェンリルに逃げられたと報告しなければ。ならばなぜ味方であるお前を欺く。フェンリルの言葉を頭から信じるわけにはいかない。おそらく奴も都合のいい事実だけを並べるはず。だが仮にフェンリルの言葉が真実なら、世界救済を信じて私がやってきたことは何だったのだ。私のこれまでは全て無駄だったとでも言うのか。バルキリー様、大丈夫ですか。報告の前に少し休んだ方がよろしいの。うるさい。余計な口を挟むな。フェンリルの言葉は気になるだろうが、そう熱くなるな。奴に乗せられては思うツボだぞ。何が真実で何が嘘か見極めるのは難しいことです。しかしお一人で悩まれてはなりません。真実がどうあれ、私たちはいつでもあなたの味方だ。お前たち。差し出た口を聞いて申し訳ありませんでした。ですが私たちは助けになりたいのです。すまない、声を荒げて悪かった。お前にもそういう一面があると知って何やら安心したな。感情の発露は自然なこと。どうぞ今後も私たちには飾らぬ言葉をいただければ。ありがとう。おかげで少し頭が冷えた。お前たちはここで待て。お待たせしまして申し訳ありません、オーディン様。状況を報告せよ。地上界はフェンリルの領域にてフェンリルと遭遇。しかしグレイプニルを使用できず取り逃がしました。逃がしただと。フェンリルを撃つ絶好の機会だったというのに。申し訳ありません、全ては私の力不足によるところです。バルキリーよ、世界は滅亡に瀕している。この危機を救えるのはお前だけなのだ。お前もフェンリルと対峙して分かったであろう。あの神狼こそ何としても倒さねばならん相手だ。お詫びのしようもありません。次こそはフェンリルを仕留めてみせます。どうだった。やはりどうにも迷いが晴れない。オーディン様に世界救済の真意を尋ねてこようと思う。待て、今から戻るつもりか。ああ。僭越ながら
今は時期が悪いかと思われます。戻って質問を重ねてもさらに叱責を受けるだけかと。叱責だけならまだいいが、罰を受ける可能性もある。質問に答えてもらえる状況ではないだろう。やめておけ。みんなそう思うか。ああ、今は時を待つべきかと。わかった。フェンリルの征伐を優先する。地上界へ向かうぞ。これはどうした？何があった？読み取れなかった血痕かが、どういうわけか今は読み取れる。それはありがたいですね。何がきっかけだったのでしょうか？いや、それよりもどんな内容なんだ？これはにわかには信じられないが、驚くべきことが残されている。急ぎ、今まで読み取れなかったものも確認してみましょう。いや、また会えたね。あのさ、少し時間をもらえないかな。君に来てほしい場所があって。ダメかな？わかった。本当？よかった。じゃあついてきて。さあ、着いたよ。ここだ。これは。スズランの群生する草原なんて珍しいだろう。俺にとって特別な場所なんだ。綺麗だな。よかった、連れてきた甲斐があったよ。俺、ずっと人探しをしているって言っただろう。ああ。絶対に探すって偉そうに言ってたけどさ、実はもうやめようと思って。君に命を大事にするように言われて気づいたんだ。自分が意地になってるだけだって。もうあの子には会えないのかもしれないって。ようやく受け入れられるようになったよ。簡単に諦めてしまっていいのか。探し続ければいつかきっと。もう死んでいるんだ。もう死んでいるんだよ。何が起きたかなんて分かってる。ノーラはあの日ここで魔物にやられて。だけどどうしても受け入れられなかった。彼女は生きてるって信じて必死になって探して。取り乱してごめん。こんなこと言われても困るよね。でも君には伝えなきゃいけない気がしてさ。これからはどこか小さな村で静かに暮らすよ。話を聞いてくれてありがとう。ノーラ。マリア、大丈夫？
これ。アルマン遅いな。ご飯できてるのにどうしたんだろう。アルマン、どうしたのその怪我。逃げろノーラ。魂狩りだ。早く外へ走って。振り返っちゃダメだ。走って。なものまで。みんな逃げるんだ。アルマ大丈夫だ、心配しなくていい。何ノーラ、またスズラン畑で。アルマ待って。アルマ、私も。誰。私が探し求めていた魂だ。素晴らしい。今の。待って、君も同じものを見ていた。私はここで襲われて。俺は君を逃がそうと必死で。アルマ、ノーラ。ここでまた会えるなんて夢にも思ってなかった。やっと会えたよノーラ。アルマ、また会えてよかった。やっぱり生きていたんだねノーラ。でもその姿は。今は人間じゃないの。オーディン様に作られた世界救済の任を追う親族。世界を救う。そんな命令なんて聞かなくていい。俺と一緒に逃げよう。逃げる。君は人間なんだ。神のしもべとして戦う必要なんてない。アルマ、ごめんなさい、まだいけない。どうして。心はノーラでも、この体はヴァルキリーなの。親族としてやるべきことがまだ残ってる。どうしても君がやらなきゃならないことなのか。私にしかできないの。だからここで逃げたら永遠に後悔する。そうか。
ごめんね。違うよ。ついていけないのが悔しいだけ。待ってるから。行ってきて。ありがとう、アルマ。行ってくるね。行ってらっしゃい、ノーラ。気をつけて。みんな、少し話がしたい。時間をもらえるか。あの結婚か、ユグドラシルの記憶についてだ。信じがたい内容だったが、私にはあれこそが世界の真実なのだと思えてならない。はい、オーディン様の態度や言葉を考えるに、あれらの真実を隠したかったのではないでしょうか。それが真実だとして、記憶に触れた私は何をすべきか。ようやく一つの答えが出たのだ。想像されたばかりの頃、私の中には何もなかった。世界救済の使命を与えられ、命令通りに動くだけ。しかしお前たちや人間との出会いを重ねたことで、私の中に何かが生まれていった。ここにあるものが何なのか、今ならはっきりとわかる。これは私の意志だ。オーディン様のしもべでも、世界救済の使徒でもない。半人半神の存在として、今の私には明確な意志がある。私はこの世界を救いたい。人として、そして神として生きたこの世界を救いたい。あだなす者がいれば抗い立ち向かう。それがオーディン様やフェンリルであっても。私の気持ちもあなたと同じだ。共に行こう。私はこの世界とバルキリー様を守りたい。そのためならば神々とすら戦う所存です。エインフェリア一同、バルキリーに忠誠を尽くすと誓う。倒すべきはこの世界を支配する神々か。相手が強大であればあるほど腕が鳴るというもの。我々がバルキリー様をお助けします。ありがとう、みんな。まずはこのままフェンリルの元へ向かおう。この大穴は一体？フェンリルの領域だった場所が空洞化したのか。つい最近穴が開いたのかもしれないな。この穴の奥からフェンリルの強い気配を感じる。しかし、この穴がどこにつながっているのか。行くぞ。おそらくこの奥にフェンリルが待ち受けている。心変わりをしたものだな。何のまでだ。お前に礼を言いたい。お前がいなければ
私は今も神に操られる人形のままだった。それでなぜ私に加勢する。それは邪魔者がいたな。まずはこいつを始末する。どうした？痛むのか？意識が混濁しているようですね。何かつぶやいている？よくも私の。お前の働きにはオーディン様も満足しておられる。引き続き励むように。どうして、どうして私の父と母がこんな最後を迎えなければならなかった。もっと早く奴の企みに気づいていれば、こんなことには。これはバルキリーよ、魂の回収が全く進んでいないではないか。一体何をしているのだ。申し訳ございません。万が一あやつの封印が解ければ世界は混乱に陥り、世界の平穏を守るためにも人間の魂は必要なのだ。承知しております。分かっているならばさっさと任務へ戻れ。は、あの焦りようはどうしたことだ。オーディン様の様子は明らかにおかしい。魂の回収量が異様なほど増えている。それに地上のアンデッドどもも。お父さん、お母さん、間に合わなかった。もっともっと早く奴の企みに気づいていれば、こんなことには。人間は家具、道具などでは決してない。よくも私の家族を、大切なものを奪ったな。オーディンよ、天上の神々よ、覚えているがいい。私は必ず貴様らに復讐してみせる。アルマ、ここは私はスズラン畑で、ここは冥界だ。どうやら私の記憶が流れ込んでいたようだな。そうか、今の記憶はお前の。私の目的はこの世界を救うことだ。なんだいきなり。これからフェンリルとオーディン様に会い真意を問う。神々はこの世界に必要な存在か、あるいは敵なのか。神々に復讐したいというお前の目的は理解している。だがまず私に話をさせてほしい。その上で、あの神々が世界の敵となるならば、その時は彼らを倒すため私たちに協力してくれないか。お前の言う通り、私の目的はあの憎き神々を殺すことだ。世界の敵だの味方だのは関係ない。そうか。だが私は一度お前たちに救われた身だ。お前が話を聞く間ぐらいは待ってやっても構わない。共にフェンリルのところへ。おや、おかしなこともあるものだね。
バルキリーが二人連れ立って我が元を訪れるとは。フェンリルよ、貴様に問おう。神としてこの世界をどうするつもりだ。貴様にはこの世界を救う意志があるのか。返答次第では切る。世界救済の人らしいじゃないか。でも残念だね、お前は我を切れないよ。何？世界の維持には純粋な親族が必要なんだよ。今あるのは我とオーディンのみだ。もちろんあのオーディンに世界を救う気なんてない。我らが共に滅べば世界も終わりというわけさ。それは脅しのつもりか。ん？お前も思い出せ、ここにはバルキリーが二人いる。長い間神を殺すことばかり考えていたが、この世界まで巻き込むつもりはない。まさかそんなことを考えていたとはね。くそ、許さないよ、愚かなバルキリーども。これしか方法はないのだろう。私が考えうる限りはな。ただこれは世界を崩壊させないための一時的な手段だ。お前はいいのか。私は神さえ殺せればそれでいい。そうか、いよいよですね。みんな最後までどうか私に力を貸してほしい。この世界を救うために。ああ、分かっている。もちろんです、主。最後までお供させていただきます。世界のため、共に戦おう。久しぶりだな、オーディン。お前はバルキリーよ。これは何だ、説明しろ。オーディン様、私たちは知ってしまったのです。世界と魂、そしてラグナロクの真意を。ほう、その眼差し、どうやら虚妄ではないようだな。ならばなおさらに理解しているだろう。世界を絶やさぬために私が尽力してきたことを。そのためならば魂を搾取し、もてあそぶ行為が許されるとでも言うのですか。家畜の命を刈り取ることに罪悪感を覚えていては神など務まらぬ。世界はそうやって続いていくのだ、これまでも、そしてこれからも。
それが貴様の本性か。ならば聞け、オーディン。ここにある2体の半身は一柱の主神となり、真に世界を救済する。これが私たちの答えだ。な、バカな、そのようなことが許されると思っているのか。世界は創世以来私が守り続けてきた。それをお前たちのような半端者が。貴様が守ってきたのは世界ではなく主神の座だろう。勝利を蝕む悪しき神よ、今ここで立つ。さすがは私が見込んだ魂。しかし残念だ、こんな形で失うことになるとは。これほどの力があれば確かに世界を新しく創造することすら可能だろう。さあどうするつもりなのだ。私にできることはこれだけだ。愚かな神族たちは己の使命も忘れ、私欲のために多くの魂を利用し続けてきた。これらを全てユグドラシルに返せば。お前らしい選択だな。そろそろ時間か。イーゴン、サイファクリストフェル、タイカ、すまない。お前たちはどうして謝る必要などある。この世界を救うためだ。すべての魂はユグドラシルへと帰るべき定め。
私たちは皆死にきれないほどの後悔を抱えていました。その思いをヴァルキリー様に救っていただいたのです。この世界は救われ、俺たちも生まれ変わる。最高の結末じゃないか。みんな、ありがとう、ヴァルキリー。楽しい旅だった。また会おう。ありがとう。さて、これからどうすべきか。お前は地上でやり残したことがあるだろう。いや、しかし今はそれどころでは。死の子の言わずにさっさと行け。後のことは私がやっておく。ヒルド、お前がいてくれたから私は世界の不条理に立ち向かえた。ありがとう。礼を言うのはこちらだ、ノーラン。ありがとう。世界は元に戻るのかな。心配ないよ、ノーラ。人は希望があればどこまでも頑張れるからね。希望、うん、そうだね。大丈夫。世界はもう全ての人々のものだから。